6号艇斉藤仁選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦はしっかりと2マーク展開を捉えてというところでしたが、振り返っていかがでしたか？そうですね、あの足に関しては日替わりでちょっと多少違うんですけど、レース行くと全体的にいいので、納得してます。現状ではどこというよりもバランスが取れている感じですか？展示タイムを良くしようとするとちょっとレースしづらくて、展示タイム悪いとレースしやすいので、まあ、展示タイム悪い時の方が足に関してはいいと思います。まあ、レースしやすいというところ、まあ、特にどのあたりがいいなというのはありますか？握った後のターン周りの上がり方ですかね、はい。直線関係についてはいかがでしょう？若干ちょっと準優に関しては伸びは落ちてるんですけど、まあ、レースしやすいので、まあ、明日もちょっとそちら方向にしていこうかなと思ってます。6号艇という枠ですけれども、コースどのように考えていますか？まあ、ピットバレーが一緒であれば6コースになると思いますけど、はい。スタートの見え方、今節いかがでしょうか？だいぶ外からも分かるようになってます。はい、それでは最後に優勝戦向けての意気込みをお願いいたします。はい、結果出します。応援よろしくお願いします。